皆さんこんにちは、赤ペソ先生です。今回の商品はこちら、ビーパルという雑誌の紹介です。ビーパルの紹介というのもちょっと変なんですけれども、皆さんビーパルっていう雑誌ご存知ですか？ビーパルっていうのはですね、まあ簡単に言うとアウトドア関連の雑誌です。今回この特集してるのもね、幸せの週末バンライフっていうので、ミニバンとかね、あの軽のワゴン車とかを改造してアウトドアライフを楽しんでるっていう方たちの雑誌です。で、私これ日頃は買わないんですよ。なんでかっていうと、雑誌読み放題の楽天マガジンっていうのを契約しているんですけれども、それにこのビーパルも入っているので、記事だけ読みたいときはこれを買わないです。で、なぜこれを買ったかっていうと、ちょっとねここに写ってますね、これ、このトラベラーズダイアリー2018っていうのが欲しくて買いました。ちなみに料金は、特別価格780円ということで、手帳付きで780円ということなので、ちょっとねお得なんじゃないかなと思います。これね、あとこの付録がなんか大人の一品ということで、なんかちょっと大人が持ってるとかっこいいぞ的なアイテムが載ったやつがありました。一緒についてます。ということで、メインのお話はどちらかというとこれです。ビーパルについていたトラベラーズダイアリーのお話です。トラベラーズダイアリーっていうのがね、大体毎年この時期に付録としてついてきます。で、一応ねこれサイズは北洋の測量野鳥とかいう手帳とほぼ近いサイズですね。で、ちなみにね、ここにちょっとね見づらいかな、材質、表紙が耐水紙、中紙が上質紙ということで、これ一応耐水仕様です。で、中はちょっとね紙は上質紙なのでしっかりしてます。あのちょっと固めですね、星がある紙って言ったらいいのかな。あとはしおりが2本ついてますね。ですので、例えば、マンスリースケジュールのところと、あと、まあ、今日の日付のところっていうのかな、これ12月から2017年の12月から書き込めるようになっているので、まあ一つはこう12月に入れといて、でまあ今日の日付のところに挟むというの使い方ができます。でね、あのこれね、あとこの絵は確か狼だったかな、これ月を背景に狼が上に向かって吠えているみたいな絵じゃないかなと思います。確か私手帳を日頃使うんですけれども、日頃はこのダイソーで売られているモレスキン、まあこれダイスキンっていうやつなんですけど、これね私日頃はもうメモ帳として使っているので、こう罫線を無視してがっつり書きまくってますね。なんかこういろいろね、もう何を書いてるのかがちょっと思い出せない。これ多分なんか箱を作ろうとしたんですよね。こういう感じでざっくりメモを取っているんですけれども、これだけだとスケジュールが管理できないので、日常のスケジュールは、Google カレンダーでスケジュール登録しています。ただちょっとしたね、あれ長期のスケジュールを管理するにはいいんですけど、ちょっとしたねバッとメモを取りたい時とかには、このやっぱりこういうスケジュールが欲しいわけですよ。ということで手帳どれにしようかなと思った時に、まあこういうおまけでついてるならこれ買ってみようかなということで買ってみました。面白いのはね、ちょっとやっぱり雑誌の付録だからね、こういうことですよ。ここね、1月号発売日とか、ね、あとこういったところ、防波堤でゴム崩りとか、ロープウェイで冬山を楽しむならとかね、こういうちょっとしたアウトドア情報が載ってるところがね、なんとも面白いですよね。これなんかいいですよね。一応耐水仕様っていうところがやっぱりアウトドア的だなっていう感じがいいな。で、こちらの商品は、カバーがないんですけれども、専用のカバーがこのね、大人の一品というか、付録で売られていました。ただね、ちょっとこれ高いんだよね。こうやって見たら、これじゃないか、こっちか。こっちの本紙の、ですね、ここの、後ろの方でどっか売ってたの。あった、これ。これね、これ。手帳を、まあ、挟めるようになってますと。あと、ペンもね、一緒つけられるんですけれども、ほら、吉田カバン、ポーターね、とのコラボなので、
はい、9180円。そこまでしているかなっていう感じがしますね。私はポーターとかがねあんまり、まあ、好みではないっていうこれ僕個人的な問題ですけどね、ポーターとかはそんな好きじゃないなっていうとこで、まあカバーつけたかったらおそらく測量野鳥のカバーっていうのが、Amazon で確か売られてたと思うので、まあ、下にリンク貼っときますけど、そこから買った方がいいんじゃないかなと思います。そうしないとね、どうしてもこのバッグとかに放り込むとこの角の部分が潰れてきてボロボロになってくるんで、カバーつけておいた方がいいんじゃないかなと思います。扱うなんだけどね、毎年この12月にはこの手帳付きの付録があるので、まあこういうのを買ってみるのもいいかもしれません。ということで今回は、雑誌ビーパルについていたトラベラーズダイアリー2018のお話でした。それではまた。